デーシストの方、デースを習おうか迷っている方、こんにちは。このチャンネルは他人から学ぶためのお金のない人たちにとっても十分な無料のコンテンツがあるので、正直なところあなたのベースの上達は完全にあなた次第です。時々素人または初心者には難しい用語が出てくると指摘されていますが、ご質問にはなるべくお答えするように試みてはおりますが、アーカイブをご覧になると概ね言葉の意味の解説をしています。時にはしつこいほど繰り返し、同じテーマについて解説していますよね。もちろんです。そしてこれからもそうしていくつもりです。しかしもしベースや英語の個人レッスンに興味があるなら、概要欄をご覧ください。また私の生徒でなくてもボタンを押しておけばたくさん学ぶことができます。レッスンでなくても個別に学びたい場合はメルマガ、教則本およびオーディオブックを利用することもできます。オンラインスクールは2024年までに大きく成長し、今後はさらに教育に焦点を当てています。私は生徒さんの吸収に重点を置きたいと考えています。どのように学ぶか、どのようにして早く効率的に学ぶかが重要だと思います。ただし同じことを繰り返すことは無駄です。何を隠そう、これまでに私はいろんな会員制の教室を調査してきました。調査とは私自身それらに加入し、内容をチェックし、生徒の立場に立ってみて、メリットとデメリットについて考えることがいろいろあったということです。そもそも私自身も学ぶことが好きなので、新しいスキルを学ぶ際には会員制のコースやウェブサイトに参加することがよくあります。あの恐ろしいパンデミック以来はウェブサイトのコースが当たり前のようになっています。これは私には向いています。ただし会員制のウェブサイトは非常に難しいものです。最も難しいことは学習のステップです。学習のステップとは順序です。つまり今の段階を知らないから道に迷ってしまうことがあるということです。そして次のパズルのピースを見つけたいと思いを持っても全く見つからない。これが大きなディレンマです。会員制のウェブサイトにはよくある問題です。会員制のウェブサイトはエンターテインメントのように設計されています。教育はエンターテインメントではなく目標に向かって進むことです。エンターテインメントを鑑賞するときは目標がありません。娯楽のとき私たちは鑑賞するために鑑賞します。それは楽しいことです。目標は全ての犯罪ドラマやコメディを鑑賞することではありません。これは教育とは異なります。特に音楽の場合はコースを受講したり、憧れの有名人から派手なリックの演奏を学んだりすることがありますが、それが自分のレベルにどのように適合しているかわからないものです。全ての必要なステップを学んだかどうか、次のステップは何か、自分の目標は何かを知っていますか？私は受講生としての経験から言うと、会員制のウェブサイトを利用すると情報は豊富ですが、私たちは自分に適切な行動を示してくれるプロフェッショナルが必要です。学生はその場にいる専門家から指示を受ける必要があります。以上の内容を考慮して、これが会員制のウェブサイトの本質だと言えます。多くのウェブサイトは教育のバイキングスタイルの食事のようなランダムのビュッフェスタイルを提供しています。つまり会員制のウェブサイトに入るとネットフリックスのように構造化されており、様々なコースがありますが目標がないことが多いです。つまり犯罪ドラマを見たりコメディを見たりすることはできますが、それらを見終わったあとはどうなるのか、連続してシリーズを見たり、シリーズを見てしまった後に再度迷ってしまうことが多いでしょう。つまり何をすべきかわからない状態になります。これが教育の本質であり、特に音楽に関してはそのコースを受講することで自分のレベルに適合するかどうか、そのレベルで学ぶことができるかどうか、そして必要なすべてのステップを学んだかどうか、次のステップは何か、自分の目標を知っているかを考慮する必要があります。私は学習生としての経験から言うと、会員制のウェブサイトの情報は楽しいものですが、何をすべきかを示してくれるプロフェッショナルが必要です。学生にはその場にいるプロフェッショナルから指示を受ける必要があります。確かに情報はピンからキリまであって本当に素晴らしいです。情報教育はそれとして非常に価値がありますが、それと同時に私たちには今の時点では何をすべきかを指示してくれる人が必要です。生徒は彼らが現在いる瞬間に専門家に指示してもらう必要があります。まあ今すぐそのコースは必要ないですね。あなたが望んでいるそのコース、学びたいと思っているコースはクールなものだと分かっていますよ。今のあなたは早く進んで多くの進展を遂げたい、大きな飛び級をしたいという段階にいます。
今のあなたには、限りなく、たくさん足りないところがあるし、今すぐ、それが必要です。というような、聞きたくないことを聞かされるかもしれません。会員制ウェブサイトは、そうではありません。会員制ウェブサイトは私たちに何でもランダムに提供してくれます。アミューズメントパークのようで自由自在にコースを選べます。彼らは私たちが私たちのカリキュラムを自由自在に管理するように促します。私たちは基本的に選択を選ぶ責任を持っています。私たちが選ぶ教育ですから、私たちは入って見回り、写真を見て、興味あれば何かクールなアルバムを視聴します。ああ、リプター店のソロを習おう。この人、知っている、だから嬉しい。この人、好き、だから嬉しい。嬉しいことがたくさんあります。あなたが興味を持っているものを選ぶことができます。だから良い見本をいくつか思い浮かべようとしています。思い浮かべることができない場合、自分の興味を持っているものを選ぶわけです。だからそれは素晴らしい。私はレッドホットチリペッパーズが好きだから、ああ私もリチャード・ボーナのように聞こえたいわ、あどうしようと迷うんです。そういうことになると、俺はファンクのコースに行きたいとか、僕はバラードで渋く大人っぽく目立ちたいから、クールで都会的なボイシングを学びたいとか欲望を馳せるのです。実に誘惑の多いプラットフォームです。しかし、生徒は自分が何をしているか、何を選んでいるか、その時点で自分にとってそれは正しい道なのか、分かっているはずがありません。本当のところ、あなたには目標も道筋も目的地もありません。あなたはあなた自身の旅路を担当し、生徒なのにあなた自身の教育を担当するのはなぜでしょうか？それは私にとっては理解できません。あなたにとっては理解できるでしょうか？例えば、私が何かを訓練したり学んだりコンサルティングしたりしているとします。専門家のアドバイスを求めるためにキッチンをリノベーションしたり、キッチンを改装したりする場合、もしおそらく私が専門家のところへ行って、私は私のキッチンをリノベーションしたいです、どうすればいいですか、最初に何をすべきですかと聞きます。キッチンの専門家らは私によくわかりませんが、さて、あなたは最初に何をしたいですか？と聞き返すでしょうか？それは基本的に私に戻り、私に責任を負わせるようなものです。私がキッチンをリノベーションしたい。そしてあなたはこうすべき。手順はこれです。と、指示されたいですよね。私は手順について考える必要はありません。私は何をしなければならないかわからないし、私は、私自身が正しいことをしているかどうかについて考える必要はありません。私は専門家ではありません。手順はスペシャリストが決めるものです。私の焦点は、音楽を教えること。それは、ある種の教育フローを持っていて、そこに入ると、ほぼ人工知能のようなものです。しかし、それは、あなたが適切なレッスンを受けるためにフォーカスできるように、その瞬間のあなたがどこにいるかの理想的な教育を提供するのではありません。そして、もしあなたの目標が変われば、簡単に目標を再入力して、別の計算を行います。ですから、それが必要です。それが抜ければ、生徒は犬や子供のようです。あなたはおそらくふみさん、あなたは私を犬と呼んだの？と怒っているかもしれません。私はそれをそのような意味で使ったわけではありませんが、もし我々が彼らに特定の構造を与えないなら、ガイダンスを放置すれば、彼らは自由自在に行動します。犬に構造を与えないと、彼らは自由に動き回ります。そして、生徒にも構造がなければ、彼らは何をすべきかわからず、指示も受けず、指導されず、迷いまくることでしょう。明らかに、親切で支援的な方法で指導されないかもしれません。自分のことを、自分のラーニングプロセスが何であるかを理解するのを支援する、エレクトリックベースの学習プロセスについて教えたいです。なぜならそれは本当は難しいことではないからです。エレクトリックベースを学ぶことは難しくないですが、練習をし、自分を鍛えることと自分自身を責任を持って働くことが困難な部分なのです。再び言いますが、音楽の理論とエレクトリックベースの学習は簡単に教えることができますが、このような練習をすることは本当に難しいことです。そして私は練習するように指示を出しますが、そのほとんどは、ここがクロスロードに入るところで、失敗が起こり得る場所です。自分自身に責任持って勉強し、毎日一生懸命に練習して、その材料を学ぶことが必要です。誰のためでもなく、自分のためにです。だから、それを疑わずに実装できる、当てずっぽうでなく、どこで指を置くべきかを探す必要があります。Cm7 のコードを練習する際には、それが自動的に起こるようにする必要があります。ほとんどの場合、99% の場合、それは起こらない。多くの生徒は自分自身に責任持っていないので、
それが彼らが必要だということを信じない。彼らは気を散らす。輝く真珠を探すのです。飽きっぽいのです。だから彼らは他のことに移る。彼らは彼らに必要な課題に十分な時間を費やさない。そして彼らは次のものに移る。そして彼らはその次のものに移る。そして彼らはまたまた次のものに移る。そしてどんな進展も実際には得られません。これは私にとって大きな気づきであり、これは何年もの間調査して観察してきたきた結果です。私はパンデミックの始まりから直ちに YouTube チャンネルを始めましたが、当初は教育的要素を大量に供給していました。必要な情報はすでにあります。もう多くの情報を提供する必要はありません。実際には YouTube を始めたのは私が助けたいと思うからですが、正直なところ同じことを何度も何度も何度も繰り返し言っています。エレクトリックベースを学びたいなら過去の1000以上のビデオを聞いてみてください。必要なものはすべてそこにあります。それを心に刻むかどうかはあなた次第です。何も考えずに楽に演奏するための運指標ならば YouTube のビデオにあります。何も支払わなくても構いませんが、もしこのブックエンドスタジオのメンバーシップに参加すればその情報はより詳細になります。あなたはより多くの助け、より多くのサポートを受けますが、それらはあなた自身が積極的に使用しなければ何も意味しません。それを実行するためには情報を実践し私の指示に従うことが必要です。それが最も難しい部分のようです。個人的には2024年の目標はオフィシャルに札幌市民になることです。去年は行ったり来たりしていました。引っ越すと様々なことを考え、自分の人生の野望について考えることがあります。自分が何をしたいかと思うととても幸せです。私は自分の仕事を愛しています。私は自分のボスです。誰かのために働くことはありません。それは素晴らしい感覚です。誰にも頼らず自分が自己責任を負うことを意味します。全ては正確に自分がしたと言えることです。私は自分で可能な限り多くの教育に没頭しました。多くのことを試みました。特にアーティストを助けたいと思っています。なぜならアーティストは日本で非常に低く評価されているからです。同時に芸術と人間性は世界で最も大きな重みを持ち、また最も効果を持っています。芸術は人々を異なる形で結びつけます。音楽、詩、スティッチ、ビジュアルアート、グラフィックアート、映画、すべてのアートフォーム、ダンス、ライティング、ポエトリー、これらは良い時でも悪い時でも人々を結びつけます。しかし気軽に芸術家に声をかけてくる人がいます。無料でここで演奏したくない。俺、あんたたちにお金を払うことはできないけど、あんたたちにとっても良い機会なんじゃないかな。ねえ。と言われると、なぜ?と聞き返します。あなたが調理師を食事を作るために呼び出す場合、食事の代金を支払う必要があります。芸術家も同じです。芸術家にお金を払わないで作品を求めるのは同じです。これらが私の野望です。私がヨーロッパ、アメリカ、そして日本でのキャリアを積んで、オンラインベーススクールの14年目を迎えるにつれて、あなたが自分の情熱を追求することができるということを人々に実感させたいと思います。テクノロジーを使える機会がある今、それほど技術に熱心でなくても、人生を完全に変えて、完全に自分のしたいことをすることができます。専門学校や大学などに行く必要はありませんが、教育はやっぱり必要だとは信じています。しかし、それは必ずしも就職してオフィスで9時から5時までを働き、生涯を通じて会社の階段を登っていくためではありません。それを試みる人は実際にはどのくらいいるのかさえ分かりません。今では世界の多くの人は自分自身のビジネスを立ち上げるか、オンラインでデジタル CEO ビジネスオーナーになることを選びます。これはそれでもかなり未知のものであり、まだかなりの人々がオンラインビジネスまたはこのようなもので生活費を支払う収入を作成することに関して無知ですので、それは非常にリスキーです。理論的にはそれは簡単なことで、とにかく私は芸術やライフスタイルデザインへの私の他の野心について話していますが、どうでしょうか。私はこれが良いことだと思います。これは私にとって健康的なことだと思います。それはセラピストと話しているようなものです。私はあなたを見ることはできませんが、あなたが聞いていることは分かっています。あなたに向かってただここで自由に話すことができることに感謝しています。本当にありがとう。購読をクリックして YouTube のすべてのリリースの通知を受けるようにしてください。またブックエンドスタジオのメンバーシップは次のステップを踏み出す場合に参考になるものです。これで以上です。皆さん良い一日を過ごしてください。また近いうちにお話しましょう。